チャンネル、これの、ブリッジ、試合前の、対戦カード発表と、それから、試合についての、コメントなどをしゃべる、なんだ番組というか、はい、はい、ということで、ブリッジママチャレンジ EX14、あと3日となりました、はい、今回はですね、4月3日にやって、ちょっと期間が空いたんだよね、はい、空いたから、ちょっと、対戦カードが多いです。それから3年前かな、このコロナのいろいろ騒がしくなる前にずっとやっていた、ポートハウス、名古屋港のポートハウスでやっていたブリッジロードトゥー仙台が、もうできなくなりました。で、久しぶりにですね、ブリッジ X に なって、で、仙台からドラゴンジムさんが今回参戦してくれるということで、第1部に7試合、対抗戦を組みました。まあ、イメージとしてはこう帰ってきたロードという仙台みたいな感じです。あ、いいよ。今撮影中、はい、と、なっております。はい。では、第1部対戦カード発表してください。第1試合、津田沙耶ドラゴンジム対徳永優美カナロジム。第2試合、伊藤ひなたドラゴンジム対加藤真奈ゲットオーバー。第3試合、阿部結衣ドラゴンジム対中島ほの中島道場。第4試合、津田春馬ドラゴンジム対岡見東馬西田キックボクシングジム。第5試合、渋田歩美ドラゴンジム対服部かりんゲットオーバー。第6試合、二階堂七瀬ドラゴンジム対森重日和牧島愛知。第7試合、柿崎段ドラゴンジム対武野天気吹雪ジム。第8試合、横澤空馬ゲットオーバー対山下時レジェンド。第9試合、村瀬枠ゲットオーバー対近衛時レジェンド。第10試合、松崎ここみゲットオーバー対大西岩レジェンド。第11試合浅野剛対今泉英史ベルトジム、はい、以上です、はい。そうだ、先言うの忘れた。いつもと雰囲気が違うのは、今回はゲットオーバーウメンズから撮影しております。はい、はい、今回は全44試合で4部に分かれていて、まず、第1部今発表しました。はい、ここでどうかな、気になるというか、まあ対抗戦は全部気になるよね。対抗戦のこの後半の2試合の岡崎、うん、ダンク段選手と二階堂七瀬選手は結構ちっちゃい頃から、七瀬の段なんか本当こんなだったからね本当にもう15歳、2人とも15歳か、ダン16歳か、もう7歳、もう本当ね、めっちゃ近かったよね、はい、だから、まあ、毎年ね、会ってるけど、ダンは毎年はないけど、7歳は毎年見てるからね、だから、牧島愛知の森重ひより選手、実績、これ、空手の実績はすごいんで、このカードは楽しみですよね。はい、6試合ですか。そうだね、うん、七瀬、まあ、キックボクシング対空手になるのかな、だからこれはすごい面白い、七瀬の相手がいないなと思ったら、ちょうどいい、ね、この森重ひより選手、エントリーいただいたので、はい、そうね、あとはね、まだね、名古屋に来るのは初めての選手たちばかりだと思うんで。なのでもうダンと七瀬以外はね、だからもう遠征から名古屋の雰囲気から緊張したのかなっていうですかね、はい、
あとまあそれから下あの浅野剛選手、ブリッジフェザー級のベルトを逃して、多分長谷川コードリベンジしたいんじゃないかなと思うけど、あの急遽ねうちの杉山が出れなくなって、でもう昨日だからね出るって言ってくれて、で今泉英一選手が57.15 で調整してたけど、浅野剛選手が60キロ、まあ、今61キロあって落とせないからね、はい、で急遽出てくれるって言ったから、そしたらもう2センチで OK ですと、うん、2人とも男ですね、はい、この試合ですね、今通常はなんか37試合目に当てたんですけど、浅野剛選手、あれなんで、大和哲也の選手の甥っ子で、大和哲也選手の焼肉屋さんの仕事があるんで、そうだから早く持ってきました。だって昨日発表のカードよりも早くなってます。理由は仕事があるからです。はいはい、次行きましょう。第2部、第12試合、中野ひろとゲットオーバー対高瀬春也武神、13試合加藤清隆ゲットオーバー対王座岡田亮がグラティネス、第14試合村瀬力ゲットオーバー対深津智樹巻島愛知、第15試合山中オーラン巻島愛知対新井真奈とグラティネス、第16試合相馬亜希とKスタイル対山田雷が中島道場、第17試合中野海輝ゲットオーバー対山中幸輝Kスタイル、第18試合相馬真奈とKスタイル対山中健次郎巻島愛知、第19試合山村空ゲットオーバー対滝風が巻島愛知、第20試合佐々木ノアゲットオーバー対竹中夏実武神、第21試合原田エリーアトラスジム対ファットリカリンゲットオーバー。あ、これあれだね、カリンって2試合あるんだよね。そうです、2試合組みましょう。だよね、あと1試合あります。だよね、そうだね、あ、これがまあ第、うん、7対7に1個入ってる。だよね、はい、そうだよね、あ、そうだね、カリンがこれ2試合目、カリンはそうね、2試合、はい、ですね、はい、僕はどうですか、タケル的には。まあね、カリン2試合やるといつの子多いですけど、うん、ゲットオーバー的には結構ね、初の子、はい、多いですね、多いですね。そうね、Kスタイルのマナトとか山中幸輝とか、相馬亜希と、亜希とマナトって兄弟だよね。兄弟ですね、うん、でこうやって見ると中野海輝、中野宏とかね、これ兄弟が村瀬力、村瀬枠兄弟ね、はい、まあ今これはジュニアのあれだよね、本当に体重は違うけど中堅クラスかな、まあ、A クラスに上がりたい選手たちですね。あと女子が今回組めてるんで、初の子たちが結構出てくれるんで、カリンも初なのかな、カリンの、うんだよね、グローブマッチだね、はい、うん、グローマッチは出てるけどって感じだよね、はい、うん、楽しみな試合ですね、はい、第3部、はい、お願いします。ちょっとこれ動きがちょっとだんだん緊張感のある試合になってくるかな、ここから、はい、第22試合とブリッジアンダー30キロ王座決定トーナメントと水野ムムカナラジム対浜田ライガーレジェンド、第23試合ブリッジアンダー30キロ王座トーナメント
長谷川修斗ゲットオーバー対大西真奈とレジェンド。第24試合と35キロ級王座トーナメント、王座決定トーナメント、赤坂雷レジェンド対川村秀明名古屋 JK ファクトリー。第25試合40キロ王座決定トーナメント、片山海フォレストプラス対内野晴人 K スタイル。第26試合40キロ王座決定トーナメント、山下夢とレジェンド対中村桐生志村道場。第27試合A クラス新見理子新見道場対友田青葉 K スタイル。28試合松下龍斗K スタイル対浜田優雅レジェンド。29試合25キロ級タイトルマッチ、赤坂時とレジェンド対松下瑠衣K スタイル。第30試合と30キロ級王座決定戦で21試合目と22試合目の勝者で、31試合目と35キロ級タイトルマッチ、新見龍が新見道場対これが23試合目の勝者です、うん、はい、はい、23、あ、これあれだな、新見龍が35キロのタイトルマッチなんで、あれじゃないか、24試合目の勝者、24か、うん、で、これあれだね、あのなんか王座決定戦になってる、じゃあの挑戦者決定戦だ、挑戦者決定戦、はい、うん、に変えんていうかな、これ24試合は、そう、アンダー35キロ級王座挑戦者決定戦だね、うん、赤坂雷対川村秀明ですね、はい、なんで、うん、このところをちょっと修正が、はい、ちょっと修正したかね、はい、じゃあさあ、これ30キロこれはちょっと面白いと思いますが、これはそうですね、うん、2回目ですか、うーん、そうだね、うん、これ、まあレジェンドが取りに来るだろうね、浜田雷が、大西真奈ともうおなじみですが、で、水野ムーム、菅原修斗もこれみんな誰が取ってもおかしくない、うん、ね、これは多分ほのかもうムームにも本当全てをかけてると思うし、レジェンドはもう二人多分これレジェンド対決にしたいでしょうね、はい、シュートも気合いで入ってるしね、これ、はい、うん、うん、シュートは逃してるから、逃してるのはあのあれか、シュートもムムを逃した経験を持ってるから、そうですね、うん、シュートはそうだね、グローブマッチで、うん、はい、で、35キロ、はい、赤坂雷レジェンド対川村秀明、これも面白いね、まあこれは挑戦者決定戦だから、まあ、まあどっちが上がってくるかっていう、はい、ただまあ上がってきたら龍が強いからね、うん、まあこれ楽しみですね、でね、この40キロ片山海、内野晴人、山下夢と中村桐生、うん、これは面白い、本当に誰かっていうと、まあちょっと言えないけど、ほぼみんな再生する、だね、うん、ここで誰が一番勝ち越してるの、これでも片山海、海と中村桐生って絡んでないよね、そこはまだやってない、海が上が、はい、階級が35から上がってきてるから、そうですだよね、35飛ばして40の、ただもう40ないからね、海が、だ、うん、意外が多分、ね、やってますで、桐生と夢とだよね、この面白いのはね、そうですね、バチバチの試合やったんだよね、夢とがあんなスタイルできるんだっていうふうな試合したから、はい、これだよね、だからこう、まあどうかな、わからんね、ハルトも最近力つけてきてるし、ただまあぐんとちょっと上行ってるなと思うのはこの桐生と夢とかなっていう感じがするけど、そこにカイピョンがどう絡んでくるか
しみ。はい、そうだね。はい、で、さあ、ハルトがここで、多分ここから今回のトーナメントで強くなると思うね、ハルト。あ、うん、ここもこのメンバーに入ってるから、そう、ここでどう化けるかっていうのかな。はい、あと、うん、リュートは、松下リュートが炎上して25キロタイトルマッチだね、トキとルイ。うん、ルイ兄ちゃんベルト取ったから自分も欲しいだろうね。うん、そう、ブリッジ最高って言ってたから。そう、ちょっと面白いですね。はい、さあ最後4分第32試合40キロ級王座決定戦。はい、25、26の勝者です。うん、あ、ちょっとずれてるね。で、45キロ級王座決定戦33試合目、うん、服部拓馬 UFA シード対林秀人レジェンド、34試合50キロ級王者決定戦、中竹ソウル武神対原山風西田キックボクシングジム、第35試合中島タイガーゲットオーバー対佐々木正人渡辺ジム、第36試合小江龍太負け島愛知対岸本千尋西田キックボクシング、第37試合オタジョノフ クサンボーイ TSG 対西脇祐介 KRK、 第38試合後藤翔輝ゲットオーバー対宮城翔平牧島愛知、第39試合西村翔英昇竜会対川上義樹 TSG、第40試合岡田京也負け島愛知対安藤裕二 TS ジム、第41試合田中元幸昇竜会対山本裕介ゲットオーバー、第42試合バンダム級タイトルマッチ本田光輝ゲットオーバー対鈴木隆成ベルウッドジム、第43試合ベルター級王座決定戦木村ブルーンの第5号 TS ジム対イーヨレアトラスジム、第44試合ヘビー級王座決定戦しぶき勇気グラティネス対飯田正成武神、以上です。これ第4部がね相当面白い、これほんとこれお金取れるよこれね。ヘビー級、いやーもうこれ、はい、だってまあもちろん32試合がタイトルマッチでしょ、で33試合、これ服部拓馬対林秀人なんかこれすごい、これレベル高いからね。で34試合は中竹ソウル対原山風、これソウルなんかブリッジずっと前から出てるからね。で風はもうあのもう前から出てて、であの40キロベルト取って、うん、もうこの2人の対決がもう面白い。であれでしょ、今現55キロチャンピオンのタイガーがあの渡辺ジムの、一般クラスで挑戦と、でもう最後これ本田光輝対鈴木隆成なんか、これもう隆成はジュニアじゃものすごいハイレベルで、ただ光輝はね、あの変則的な、はい、うん、もうど根性スタイルで、でこれ前回に引き分けだった、初防衛戦、初防衛戦、そう、引き分けだ、ノンタイトルで初防衛戦、あノンタイトルで引き分けだったから今回、これもう全く光輝と隆成タイプ違うからね、うん、どちら天才的な動きに光輝がまたちょっと優勢が嫌がる動きをするからね、うん、で第五六大切なタイトルマッチ、前回判定負けした、そうですね、70キロ70何キロでやったからね、で今回はもうベスト体重でいこうということでタイトルマッチ王座決定戦と、で44試合しぶき勇気君グラティネス対飯田正則武神、飯田代表武神の、ね、ボクシングの元ランカーだからね、だけどこの渋君これキックボクシングって、飯田代表は多分
ボクシングで倒しに行くと思うからね、うん、多分渋木君はそのパンチに対していかにパンチを殺していかにして首相撲まで持っていくかっていう、これはね面白いよこれ。後輩レベル、ね、この西脇雄介君もこれ前出てた子だよね、KRK。 うん、あ、そうですね、だよね、はい、うん、タトゥーの入ってる子でしょ、そうですね、そうだよね、うん、そうそう、これすごい面白いんで、これは第4部、最高に面白いです、はい、なかなかの、まあ、いろんなソシャレとかに比べたら多分長丁場とは言えないけど、まあでもこれ後半になるにつれてガーッと上がっていくいい試合ですね、はい、どう、これはどうですか。もう俺は散々喋ってから言うのも大変だよね。TS ジムの川上選手、うん、前あのうちの、あの島田君ってやった、ああ結構年齢はいってますけど、うんうん、結構勢いある選手、あ、なんかパンチャーです、ああ、なんかあのあれだよね、あの試合中に会話があった面白いね、面白いで、TS ジムの会長から本当申し訳ないって言って、いやいや、まあ、ありとは言わないけど、ちょっと面白かった。アマチュアだからね、プロじゃないから。そうそう。うん。はい。ガンジさんも楽しみですね。ああ。ちょっと名前から。ね、オタジョノフ、サンボーイ。昔、あれだよね。ノックアウトで、大月荒木がやった、はい、あの、ノックアウトで、一ラウンド KO した、タイ人がなんとかボーイじゃなかったっけ。うん、いた。スターボーイだ、スターボーイだ。そうそうそう、いた。なんか太、そうそうそう。うん。はい。まあ、そんなわけで、はい。そうですね。あの、ちょっと、やりながらね、ちょっと、ミスがあったりするんで、ちょっと修正します。はい。あの、対戦の何試合目と何試合目の勝者っていうのね、ちょっと違ってたりとかあったんで、はい。ようです、はい。そして今日ノックアウトの発表がありました、はい、武尊選手、ありました、イケメンファイターと対戦です、そうですね、はい、ついに決まりました、はい、クリア・キショウ選手、はい、はい、あれ全く相手にされなかったからね。もうなんか名前も知らないぐらいの感覚だったから、あれぐらいいいですね、ね、いいね、あれ、うん、すごい透かして、あの本当は安本の選手とやりたかったと、そうですね、はい。まあ流れ的にはいいかなと、はい、ということで、あの面白いね、ノックアウト TV、4月23日、コロケン大会のカード発表の記者会見、こちらもちょっと見てください、ちょっと面白いところがあるので、はい、ぜひ見てください。というわけで、ノックアウトのカード発表と同時にブリッジ、今週日曜日のブリッジの、対戦カード発表と、我々の主催者側のコメントでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。